悲しきりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて、笑いを忘れたどおけしがすがる失恋レストラン、もうどけることもない。今はねえマスター、作ってやってよ涙忘れるカクテル。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどは恋の魔術を使えない。だから失恋レストラン、なくした恋の吹き溜まり。歌を歌えぬこの俺でも、話し相手になれるなら、いさ失恋レストラン、君のそばにいてあげる。ずっとねマスター、歌ってやってよ痛みを癒すラプソディ。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で、強がり言ってたこの俺は、一人失恋レストラン、まだ恋したこともない。そうさねマスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねマスター、ねマスター、ねマスター、早く。はい、こんばんは。今夜もね、失恋レストランを歌いました。2018年2月の6日火曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんは。あ、二郎さんどうもね。あ、パン祭りの大事届いたよ、ありがとうね。パン祭りの大事ありがとうね。分届いたからね、おいね、ありがとうね、届いたよ、ありがとう。2枚もありがとうね。3枚か、ありがとうね、届いたからね、分届きましたよ、ありがとう。じゃあ、今年もこの女の子なんだね。うん、あ、どうも。さて、春のパン祭り、今日楽しみね。さて、どうも。さて、今日もね、ご飯炊きますよ。今日もライジメスティンでご飯炊きたいと思います。こんにちは。あ、どうも。あ、大川さんどうもね。ウーマンさんどうもね。はい。おまんこさんどうもね。ヒロさんどうもね。はい。ありがとうね。うん、いや別に。ありがとう。うん。さて、今日もね、ご飯炊くよ。ライジメスティンでもう。2合ね、2合炊飯します。もう米研いで使ったんで、ありがとう。うん、ありがとうね。うん、じゃあこれでご飯炊こうか。今日もアルコールバーナーで炊くね。アルコールバーナーで、でバーナーパッドは使いません。バーナーパッド、やっぱ良くなかった。なんかやだな、よくバーナーパッド使った方がご飯の炊き方がいいとかコメントがあるけど、僕はなそんな思わない。普通に炊いた方がいいよ、僕。うん、バーナーパッド出してアルコールバーナーだけ炊いてみる。多分こっちの方が僕はいいと思うんだ。今日も2合炊飯やりますね。用意してます、2合炊飯。そう、普通に今まで通りアルコールバーナーだけでやります。アルコールバーナーだけでやるよ、パッドは使わない。うん、行こうか、お腹ブクブクだ。はい、いいかな。じゃあ、開始。今日もご飯炊くよ。うん、ありがとうね。うん、だから今日早くて、今日も早くてよかったね。うん、
今日は燗酒飲もうかな、一杯ね、食前酒的に軽く一杯このバーナーの方で扱いやろうかな。バーナーの方で扱いしたいと思います。こっちね、岩谷のまがいもの系の中国製の安いやつね、これで。岩谷のまがいもの系。岩谷の本家は3000円ぐらいする。これは2000円ぐらいで買ったやつね。まがいもの系だからね。でも、まあ、十分使えますから、これでもね。じゃあ、こっちの方で扱いやりましょうか。ね、アルコールバーナーで、こっちで、バーナーで、2号炊飯。ね、こっちで缶だけいきましょう。これね、よっしゃ、じゃあ熱燗セット持ってきます。どうも。そう、岩谷のまがいもの真似して作ったやつ、中国製で、ね、だから安いのこれ。送料込みで2000円ぐらいだからね、これね。送料込み岩谷は3,500-3,600円するでしょ、あれ本家のはね、3000円だ。でまあ安いから。でも十分使えますよ、これね。じゃあ持ってくるの、今日の一生はね。昨日買ったんだけどね、昨日買った。お酒はね、合成しちゃダメだ。一応休みながらも清酒です。やっぱまあこっちだ、こっち休みながらも税込み700円足らずで安いけど、やっぱこっちがいいや。僕星野さんを意識してさ、僕も合成酒飲んでみたけどダメだった。合成酒どうもダメで、もやっぱ味が全然違うよ。合成清酒と清酒じゃねえ。じゃあこれで扱い行こうかね。食前酒的に燗酒、こういうのさんはすごいな。やっぱ慣れてっからだろうな。もう味の慣れだろうな、あれな。合成酒僕はダメだもん。本日開封一合だけ飲もうね。一合だけで、ね、よし、こんなもんかな。じゃあこっちで2号炊飯ね、ライリメスティンでアルコールバーナーで、あれガスバーナーで燗酒、ガスバーナーで燗酒です。やっぱいかないね。ガスバーナーで燗酒、じゃあどうかな。沸騰したらちょっと電気回します。まだ沸騰しない。熱燗の方が早いと思う。コップ持ってくるか。コップ、ありがとうね。1点ずつで、ね、3点もついてるの、ありがとう。まだね、2、3、4の4月いっぱいなんですかね。4月いっぱいで、9月の第2週でここまで来るか。今回お皿に貼ったら応募券5枚で、相当集めて買わないとね、それはね。
まあ、ただ、まあ、まずはその子、この日も今回もこの女の子なんだね、この子かわいいね、女の子ね、かわいい。お、もうすぐ開くね、やぶガス早い。どうもこんにちはね、今日もご飯炊飯よ。今日は2号炊飯で、なおかつ今日は暑かもよ。まあ、だって若いよ、だってもう僕と同じ年だもん。はぎみるお年頃でしょ、あれ。もうみんな40代半ばなれば、はぎみるお年頃だからね、しょうがないよね。みんなそういう高菜花の。ハゲハゲ見るお年頃なんですよ。高菜花早いもんで、ハゲハゲ見なんだ、あの人も。それはまあ取っちゃいけないからね。それは無理よ、取っちゃいけないよ、犯罪よ。コップキャンプではこっちの CD 缶カセットボンベ缶の方のバーナー持ってきますね。山行くときにこの間見た OD 缶のやつね。山はキャンプはこっち持ってきます。臭い、おならみんな臭いでしょ。でもそれはダメよ。よくコカコ、あ、コーヒーとかやってたよね、ちょっと前ね、ゲームのなんだっけ。ゲームのやつね、コーヒー、ブラックコーヒーのペットボトルのやつね。それもいけないよ、ほんとね。あとさ、空き缶とかの自販機の横のさ、ゴミ捨てにね、あれ、なんだっけ、マクドとかさ、アンジョとドドールみたいな、ああいうところのパコーヒーカップの、アンジョコーヒーの、なんだっけ、あるよね、デカめの、あれ、紙コップのやつ、あれ突っ込んでんのも、あれもダメよ、あれ、ほんと。あれでやるとすぐ使えちゃうからさ、ほんと。あれもやっちゃいけないよ、あれ。カンステッドコにさ、紙コップ、アンジョ、あれ、紙カップでかいやつ。よくいるよね、あれ。あれ、ひどいと思うよ、見るけど、よくあるよね、あれね。持って帰りゃいいんだ、家にああいうのな。いつも思うけどなくならないね、あれね。ほんと思うよ、あれ。あれのためにさ、缶捨てらんないんだよな、ほんとね。あれ使えちゃってさ。ああいうゴミは持って帰ればいいんだ、自分のカバンの中入れてさ。なんであんなさ、それ突っ込むんだろうね、ほんとね。いつも思う、あれ見てると。あれはひどいと思うよ、あれ。紙カップのさ、あれカップあんじゃん、ほんと突っ込んであんの。なんであそこ突っ込むんだろうなって言っても、あ、もう沸騰してる。で、沸騰したら天気がいいしね。そうね、そうだね、お互い様ね。まあそういうのも込みのお互い様よね。人はそれぞれお互い様、いいことしかしない人間もいないし、悪いことしかしない人間もいないからね。うん、一回混ぜたら、この火加減は変えなくてもいいから、これで水分なくなるまで。やっぱガス、
パッとない方がいいね、ほんと昨日。うん、この。もう止めます。髪の毛は。じゃあ、扱いいこうか。今日本日の一杯目、いきます。おー、いい感じだ。はい、乾杯。食前して金、今回は。人はそれぞれお互い様。じゃあ2本目はこれ湯煎つけとこうかな。湯煎でもう沸騰してるから乾燥くんよし、1つつけとこう。あ、どうも秋山さん、どうも。今夜は乾燥飲んでます。で、今日はね、今日も昨日の2号炊飯してます。ライリメスチンで、これ男たちの酒、清酒です。の缶だけ。今日お酒はこれで2合でしまって。うっ。汁こぼれるのこれはしょうがない。デフォルト。ご飯食べてるから、いい匂い。ちょっとね、やりにする。やりはなんないんだよな。変わらないんだよな、ほとんど。あきこさん、どうもね。あ、お互いの旦那様ね。普通のアパートよ。今日も2号炊飯、2号炊飯したら今日はね、あれホイル焼きやろうと思ってアルミホイルに一度仕込んでありますんで、これ蒸らしてる間におろした後ね、やりますね、ホイル焼き。もう塩振って、玉ねぎと適当なやつでね。ああ、うまい。おまたにおきにきに突っ込むのは別にさ、決まった相手だったらいいんだよ、別に。それはね、突っ込むのはあるが、突っ込む一つ場所でしょ、まずいのはね。突っ込むこと自体悪くないんだ、あれはね。分かったね。おまた突っ込むこと自体悪くない。それは、場所とかさ、それやる相手だよ、それはね。問題はね。おまたに突っ込むのは悪いことじゃないからね。それをやる場所とかやる人とかはね。もういいかな、おご飯。もうちょっとかな。まあ別にバーナーパッドない方が僕がいいね、これね、うん、人によってはバーナーパッドじゃないご飯うまく炊けない。僕どっちにいたり乗ったりだから、別にいいよ、バーナーパッドない方がいいや。特にこのガスバーナーはね、バーナーパッドない方がいいよ、これ。バーナーパッドあるとさ、下に熱も来ちゃって、これがね、あんじゃん、これガスの線が、これ。これがね、溶けちゃうんだよ、ほんとに。だから、使わない方がいい、僕は。バーナーパッド。アルコールバーナーとか別にいいけどね、あれはね。うん、あれは別に。こういうのやると、下、この下も、パッドの下全体がね、ほんと、全部熱くなっちゃうんで、それで下も熱くなっちゃうと、これちょうどこれがね、この辺も熱くて、ガスが消せなくなっちゃうからね、大変だから、使わない、もうこれで、バーナーパッドは。他のね、アルコールバーナー使おう。ね、どうでしょう、それ。まあ、道路はね、うん、それは、そういうのやる場所じゃないからね。あ、こんばんは。もういいんじゃない？もういいと思うよ。ちょっと見てみようか。もういい。よし、下ろします。蒸らしに入ります。ちょっと適当な汚れタオルにくるんで。蒸らしとくね。
蒸らします。蒸らしてる間に今日のお惣菜ご飯。ご飯はこっちでバーナーパッドでホール焼きやりましょう。ホール焼きやります。パカッ。じゃあ保証のおかずはホール焼きです。これならいいと思う、バーナーパッド、アルコールバーナーだったら。ね、あ、人の方が。バーナーパッドだと炎がすごいよね、これね。怖いぐらい。ちょっとひっくり返そうか。バッドだとすごい。こっちはホール焼き。すごいね、炎。アルミホイルのことよ、オーガーさん。わかった、ホイルね。発音悪くてごめんなさいね。ホイルね。アルミホイルのことよ。バイクのマフラーはそういうもんじゃないからダメよ。突っ込んで言うのはね、女の子のお股の穴だけだよ。女の子のお股の穴は突っ込んで言うのね。そうよ、炎なる幸せ。女の子のお股、突っ込んで言うのは女の子のお股の穴だよね。感覚です。私繰り返そうか。今日はホイル焼き。そう、またがあるから幸せね。いい感じだな。はい、これ一気おしまい。おまたは舐めてないけどさ、ないもん近くに行くのは。おまた、お一人だから舐めないよ。相手がいないから。今度もね、土曜は仕事だけど、日月って休みの予定なんで、予定通り休みだったらキャンプに行ったんで、キャンプ。天候もね、心配、土日ってちょっと悪いけど、月曜日はね、晴れが勝ってっからちょうどいいと思って。月曜日晴れがかってるんで、土日曇りっぽい、日曜曇りっぽいけどさ、雨と曇りマークなんだけど、でも月曜が晴れがかってる予報だから、いいかなと思って、日月休みだったらキャンプに行きます。で、月曜日だから晴れだったらテントしてまうと晴れてるとちょうどいいもんね。だから、予定で今度は日土曜は仕事だから、ね、何度も言うけど、土曜は仕事で、日月休みだったらキャンプ行きます。だから見つけらんないんだよ、僕人付き合いできないから。ついてくる女性がいないんだ。もうちょっと、もう一回ひっくり返トング必要かな、部屋の中で。今日はホール焼きです。ホール焼き、お魚と玉ねぎ。難しいよ。ね、難しい。もうじゃあ最後のひっくり返しでいいかな。これで最後。バーナーパッドだと炎がすごいよね、これ長さのね。キャンプとかで特にやるとちょうどいいかもしれないね。アルコールバーナーの上でパッドやるとあったかくて。
じゃあもう取ろうか。安いかな。アナス持ってこようかな、ないと。アナス抜くよ。もう。アナス抜いて。この上に置いて、ああ、玉ねぎのいい匂いだ。このままずらす。よし、おい、で、体だけでもこっち抜けて、じゃあこれ最後の缶だけ。まっすぐ自信なくなると思うんで。よし。よし。いろいろ戻して。じゃあ今月はやろうか。もうご飯いいと思うんだ。ご飯いいと思います。ご飯もいいよ。じゃあ今日ラージメスティンで2合する。本日も。ライギメスティンで2号炊飯。はい、ちょっと聞いて、ライギメスティン、これ洗おうかな、多分な。シートも取ってから、じゃあいいや。じゃあいい、今日ご飯出来上がりました。どうも。じゃあご飯行くよ。はい、こんにちは。楽しいけど、じゃあ、おー、いい感じ。おー、できました。本日の2号炊飯です。いい感じ、できました。炊きたて最高。おー、いい感じ。やっぱいいでしょ。ね。いい顔ですよ。あ、うまそう。あ、いい感じに炊けましたね。あ。炊きたて美味しいよね。はい。いただきます。じゃあ行こうか。今日のおかず、ホール焼きです。おかずのホール焼き。じゃーん。これが20日だ。30。今日のおかず。長ネギとサバとサバの、長いか、玉ねぎ。玉ねぎとサバのホール焼き。いい感じでしょ。塩サバと玉ねぎもいい感じ。さ、昨日赤ホタテでサバ安かったからさ、サバフィーレってやつ、それ2枚と玉ねぎが前から買っといたの。あと塩振ってあるんで、ね、あ、うまい、うまいじゃん。塩味ちょうどいい。玉ねぎもちょうどいい。玉ねぎと塩サバでホイルにくるんで、うん、じゃあサバ行こうか。サバちゃん、うん、うん、うまそうだね、うん。うまい。ご飯最高。
まあ。あ、うまい。うまいじゃないか。こんばんは、コーナスさん、どうもね。今日もご飯よ、2号炊飯。しめさ、塩沢。生姜サバと玉ねぎのホール焼き、どっか両方いいな、両方いい。さくらさんどうもね。かすみちゃんってお姉ちゃんもいるんだ、お姉ちゃんも。お姉ちゃんいる方が可愛いと思うんだけど、あれ。アイリちゃんだけ、アイリ村アイリちゃんも可愛いよな、あれ。コメント見ててさ、あれブスとか言っているけど、もうブスとは思わないけど、それほどにいいと思うけどな、僕はあれ。ヤフーのコメントとか見ててさ、あれ。お姉さんのことひどく言ってるのがあるけど、僕はそんなひどいとは思わないんだけどな。いいね、姉妹でもいいし、お母さんはかかった、お母さんも一緒でいいじゃん、親子丼に来て。まだお母さんはかかったらさ、いいんじゃない、お母さんは多分、50全国だったらちょうどいいよね。姉妹を、姉妹とそのお母さんも込みて、いいかもしれないね。まだ50ぐらいだったらちょうどいいかもしれないね。
まい。今日もご飯2合炊飯です。おかずは塩サバ、塩サバと玉ねぎのホイル焼き。未亡人の可能性もあるんだなって言って、あれの旦那が白血病って言ってたもんな、この間。白血病そうや、まいじゃん、うまい。2合があっという間、うまい。あ、似てんじゃない。そう、最後のサバ、うん、うまい。うまい。うまいね。どうも。マギンちゃんは全然わかんない、僕。ジローさん知ってるんで僕全然わかんない。何それ。水田マギン、何、僕わからない、それ。水田マギンちゃんって、何それ。水田マギン、何がわかんない、僕。よくわかんない、僕、その辺は。あと玉ねぎ、あ、玉ねぎもいい感じだ、うん、うん、あ、キャンパー行くよ、今度集めた。お兄さんいるんだ。うまい。あ、本田マリンちゃんか。あ、分かった。本田か、分かった、分かった。本田マリンちゃんね。あ、字目悪いから、本田、水田って言うんだった。ごめん、本か。分かった、分かった。ごめんなさい。見間違えた。あ、それは有名だ。本田マリンちゃん。そうでしょ。一番上のお兄さんも全員、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 全員
本当にうまかった。2号炊飯待つわずか。いや違いますよ。あ、皮もついてないとね。今日はね、こんな感じでラージメッシンで2号炊飯ね。別にパッドじゃなくてもご飯はたらいいね。これは冬の山でさ、やる食べるとき、アルコールバーナーでパッド使うといいかもしれないな。って寒いから甘かった。本当に2号があってね、一人で2号食ってんだもんな。そうね、あれ女の子4人ぐらいいんだもん。確か4人姉妹だな。4人姉妹よ。本だってあれは一番上が男の子でさ、その下全部女の子だもんな。あれてかさ、4人ぐらいじゃ、4人姉妹じゃなかったっけ、確か。あ、4人姉妹。